諸君らに話しておくことがある。ポートガス・ディ・エース、この男が今日ここで死ぬことの大きな意味についてだ。エース、お前の父親の名を言ってみろ。俺の父親は白ひげだ。違う。違わねえ。白ひげだけだ。他にはいねえ。当時我々は目を皿にして必死に探したのだ。ある島にあの男の子供がいるかもしれない。サイファーポールのかすかな情報とその可能性だけを頼りに、生まれたての子供、生まれてくる子供、そして母親たちをくまなく調べたが見つからない。それもそのはず、お前の出生には母親が命を懸けた母の意地ともいえるトリックがあったのだ。それは我々の目を、いや世界の目を欺いた。サウスブルーにバテリラという島がある。母親の名はポートガス・ディ・ルージュ。女は我々の頭にある常識をはるかに超えて、子を思う一心で実に20ヶ月もの間子を腹に宿していたのだ。そしてお前を産むと同時に力尽き果て、その場で命を落とした。父親の死から1年と3ヶ月を経て、世界最大の悪の血を引いて生まれてきた子供、それがお前だ。知らんわけではあるまい。お前の父親は海賊王ゴールド・ロジャーだ。2年前か、お前が母親の名を名乗り、スペード海賊団の船長として卓越した力と速度でこの海を駆け上がっていったとき、我々はようやく気づいたのだ。ロジャーの血が絶えていなかったことに。だが我々と時を同じくしてそれに気づいた白ひげは、お前を次の海賊王に育て上げるべく、かつてのライバルの息子を自分の船に乗せた。違う。俺が親父を海賊王にするためにあの船に。そう思っているのはお前だけだ。現に我々が迂闊に手を出せなくなった。お前は白ひげに守られていたんだ。そして放置すれば必ず海賊次世代の頂点に立つ資質を発揮し始める。だからこそここでお前の首を取ることには大きな意味がある。たとえ白ひげとの全面戦争になろうともだ。インペルダウンに捕らえられていたクロコダイルとジンベエを新たに味方に加えたルフィたちは、所長マゼランの追撃を振り切って大監獄インペルダウンからの脱出に成功する。一方、エース公開処刑の準備を進める海軍本部マリンフォードでは、3人の海軍大将を筆頭に今考えうる最強の戦力が結集していた。エースは白ひげ海賊団の2番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートは今海賊王に最も近いと言われる大海賊である。家族よりも深い絆で結ばれた白ひげ海賊団がエース奪還に動くことは明らかであり、そうなれば海軍と海賊たちの衝突は避けられない。高くそびえる処刑台の上で運命の時を待つエース、そして海軍本部元帥千石がこれから始まるであろう戦争の意義を語り始めた。まさか湾内海底に影が。モビーディック号が来た。
ヒゲ。うらら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 ら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うらら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 ら、ちょっと待ってな、エース。親父！勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うららららら。アイスエイジ。青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。様の家族だぞ。こんなに早くまた会えるとはね。ルフィ、分かってるはずだぞ。俺もお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。うららららら、道は開けたぞ。おめえのやりてえようにやってみせろ。エース、今行くぞ。じゃあ処刑台には近寄らせんぞ。一人に何をしている。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり、その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。俺に隠す意味もないがい、俺はすでにそんなレッテルをものともせん日本物。己やめるか。わらわの愛しき人に手出しはさせぬ。手伝いに来てくれたのか。はい。
白ひげが刺された他の裏切りで白ひげが勝したぞ親に刃物を突き立てるとはとんでもねえ